さんこんばんは。麻酔科医の三好真と言います。本日はですね、うちの近くに、まあまあ近くにできた、クリニックをご紹介したいと思います。せーの、じゃじゃん。武蔵小杉リウマチ膠原病内科ということで、アーバンクリニックがね、10月で、閉院になってしまったんですけれども、そこの先生の一人、石山先生という方がこちらで開業されました。なので本日は、まあね、いつもお世話になっている鍼灸師の伊藤先生も一緒にね、ちょっと来てみようと、連携取れたらいいなということでお伺いしたいと思います。本当はね、プレーオープンから、伺いたかったんですけれども、めちゃめちゃ忙しかったんで、まあちょっと1ヶ月ぐらいだったかな。なので、まあ、バタバタのお忙しい中ですけれども、今日、時間作ってくれましたので、皆さんにちょっと中の様子などお届けできたらなと思っています。15ゲージ芯、はい、ノイローのライネック、はい、ありがとうございます。これとこれが大体一緒にしてて、ライネックは単独で、針は25ゲージで出ます。細いですね、作る人なんで、ここ、はい、そうです、そうです、うん、でこれで触ってるかっていうと、これでちょっと濡らしてくるので、こういう粘付着部がはっきり分かってくるので、ここか、そうね、そうそうそう、ここね、痛い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 、よく分かってくれている、私もやっぱこう長年ので感覚があんまりなくなっちゃって、あ、ここね、確かに、腱付着部なんですけど、ご用意になってるから、はい、ちょっと押さえて揉んだ程度ではなんともいかなくて、で、マストはやっぱりスポーツブラですよね。そうなんですよ、ラブラはね、いつも、いや、でも私、診察の最後の外してますよ。分かります、それめっちゃ分かります。座ってると思う、めっちゃ、これちょっと取っていい、はい、どうぞ。あ、そうか、それは鏡で、多分、はい、こう、ここ、おお、着物、はい、胸骨上腹と、でも足結構ちゃんとや、結構丁寧に、だいぶですよ、だいぶやってますね。でも痛いか、あ、そうですね、あと真ん中のここが、すぐふくらはぎが張っちゃうので、これって不思議なんですけど、何なんでしょうね。逆流弁がちょっと弱いのかな、筋力なんかそんな感じします、小学校ぐらいからある静脈瘤ですね、で、多分アキレス腱が、腱は、私ちょっと下げて、ここはあんまりやりすぎると良くないので、少しずつずらして、腱膜か筋にやると最後タイプ足とかが楽になるんです。で、今触ったのは全然触っただけで、普通に注射は、ガンガンに、ガンガンに、すいません、適当に、聞きながらやっていきます。はい、
久しぶりだな。もう鳥が出たらちょっと今、うんね、違いますね、あの薬液が、うん、ね、ちょっと疲れてるから多分下にダランした方がいいか、うん、そこもね、毎週毎週掘り起こしては針刺して、うん、掘り起こしですよね、ここね、はい、うん、何も感じないようになっている。そう、あそこ、あ、一瞬も感じた。細い薄い筋肉でもってですね、うんうん、人間が脳みそを抜けるっていうのは、うんうん、間違ってんです。肩甲骨薄いちっちゃいですよね、本当。肩甲骨ってちっちゃいですよね。私はそう思ってる、うん、ってか、やってる時ってほとんど集中してるから、うんうん、どこの筋肉とか思ってない。うんうんうん、今日はこう聞く。おー、肋間筋、うん、肩甲骨直下ですね。直部気がするか。感覚が、はい、うん、そこは初めてですね、本当に。一番今悩んでますね。ブラジャーの締め付けで結構ね痛いなと、あとその多分深呼吸で、うん、なんか吸うのはできるけど吐けてなくって、あ、それはね、うん、だんだんビアダル状になってきてるなってこの間、うん、ヒロ先生と言ってて、うん、確かに。でも左右高さが違う。うん。あんまりないっていうか。全部当たっている。うん、はい。
転勤の転移だからまあ好きなのはそうだろうなと思うんですけど、吉岡先生のプレイは意外と適当なんですか？適当なんだけど大体当たってる。へここだろここだろみたいな感じ。ひょひょひょ。あとは旧東横病院の東先生っていう方で、名誉教授で今はご引退されて、今回開業しますって手紙出した時に、何したかっていうと、あ、僕もそろそろコロナ落ち着いたから、旅行行ってくるねみたいな。全然関係ない返事やがり。先生頑張ってねみたいな、適当なこと書かれて。そこで、あ、いや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 、それみたいな。先生、それ何の返事ですか？近況報告です。あ、そこは何ですか？船長関節痛い。船長関節、そうですね、痛いですよ。何 cc 入れてます？決まりはない。あ、ごめん、大丈夫です。1.5 から2ぐらいずつかな。何箇所やりたいかを考えながら、確かに、いや、ほんと感覚ね、最近は出てきてて、素晴らしい。はい、前は全くわからない。はぁ、あ、あ、視力が上がった。あ、でもそう言われます。脳血流が上がるとやっぱり全然違いますね。意外とこの辺に来るときには、意外と良くなったんですよ、筋肉ちゃんと落ちる。なんか左の筋肉いっぱい付着部があって、はい、はい、そう、はい、痛い、はい、場所がちょっと人によって違う。思ったより大丈夫。これでもこっち上やったら少し、少し柔らかくなってます。ここはちょっと針やった後。じゃあちょっと横から行きます。はい。あ、でも上半身暖かくなってきた。すごい。あれ、ヌーナの時って大体あれです。1日半ぐらいして聞く。っていう人もいるし、その時から聞く人もいるし、今10分ぐらい経ったら暖かくなって、5分かな。これすごいわ。よし、写真撮っていただけるのか。すごいです。あと伊藤先生、私これで生きていけますか？生きていけるかと。十分すぎるほど。え、十分すぎるほど、はい、素晴らしい技術です。あの辺刺そうと思って見てます。いい感じですよね、はい、でもやっぱりあのアキレス腱って結構怖いから、ちょっとね、斜めからアプローチしたりとか。なるほど。
探っているところはやっぱり筋痛症の方が固まりやすい場所なんですよね。もう筋付着部ですね。付着部炎だから、うんうん、そうですね、まさにそう、全部先生触ってるとこちゃんと付着部だったから、うん、で付着部炎が、うん、もうどっちの先なんだろうね。あの卵そっかにあって、はいはいはい、よくお話ししてるんだけども、はい、脳が、うん、おかしくなっちゃうのが先か、はいはい、多分私は多分すごい緊張状態でずっとね、うん、勉強したりしてたんで、先に多分体固めた方かなとは思うんですけどね。でこれ実はラストのは、はい、プラセンター、うん、さっきもちょっと入れたんですけど、なので、はい、結構あったかくしたいところ、はい、中心は体を温めないとね。ありがとうございます。ここはバリッと音がしたので、そうですね、いい剣幕に当たりました。いい剣幕に当たりましたけど、ここにはちょっとシールが貼れないんですけど、かさぶります。スポーツの後のような、あるけど一応というか、今3本だけど、こいつが4本。これ吸うときは21ゲージですって、で入れるときは25ゲージで、ちょっと起きてみて肩をグリグリして、よっこいな、うわー、こっちだ、あー、どこじゃ、せーの、私はもう先生にお化粧を教わりたい。ありがとうございます。アラフィフマッサージはね、うん、めちゃめちゃ赤くなる。本当？うん、本当だ。目開いた。目開いた。よいしょ。寝てるなのかと思ってた。あの、あ、その疲れるともう完全に関係下がりますね。今、この状態でやってるの？撮影を。この撮影はあの状態でやってる。今疲れた。そうですそうです。あのデロデロに疲れた。そのまま倒れてる。あ、そうです、うんうん、あ、でもアドレナリン出ちゃうと、うん、まあ、しばらく寝れなくなっちゃって、うんうんうん、とりあえず横になるっていう生活を、うんうん、目の大きさが違う、脳血量が全然違う、あったかい、どうですか、顔色がいいですですね、うんうん、すごい、うん、軽いもん、あー、なるほどね、軽くなった面といきなり流れるからすごいしんどい感もあるっていう、クラクラします、そうですね、めちゃめちゃ効いてるかな、下半身はポカポカしてるです、ありがとうございました、素晴らしい、カップ、はい、ということで今回は菱山先生に付着部炎に対するトリガーポイントの主義をお見せいたしました。トリガーポイントされている方の参考になれば幸いです。菱山先生にもご登壇いただいている繊維筋痛症ナイトという番組が、今のところ第9回分放送されています。まだ見ていない方いらっしゃいましたら、これを機にぜひともぜひともご覧いただければと思います。痛い、しんどいに対する対処法は意外とたくさんあります。ほぼ毎週お世話になっている新進会チャンネルの伊藤先生も繊維筋痛症に特化して様々な情報を発信しているので、ぜひご覧ください。私たちはどうしても治るという言葉を使わない、使えないので、
どうしてもバズりづらいっていうのが本当に申し訳ないところなんですけれども、一人でも多くの方に楽になってほしいと心から願っております。これからもウィズペインチャンネルと新進会チャンネル、どうぞよろしくお願いいたします。皆様の健康を心より願っております。痛みもワクワクも一緒に。麻酔科医のミオシンでした。